こんばんは。東京水道橋後楽園ホールです。今夜のダイヤモンドグローブは日本フライ級タイトルマッチ、チャンピオンレパード玉熊対挑戦者西川浩二の一戦、そして去年からスタートしまして大変な反響と成果を得ました A 級ボクサー賞金トーナメントの模様をお伝えしてまいります。いつものようにリングサイドには解説八百板貞夫さん、そしてゲスト和島浩一さんにお見えおいでいただいております。八百板さん、和島さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、日本フライ級タイトルマッチ、まもなく両選手の入場です。両選手リングに入場です。はじめに青コーナーから挑戦者ミサコジムの西川浩二の登場となります。ちょうど3ヶ月前には逆サイドチャンピオンコーナーから姿を見せました西川浩二、今日はチャレンジャーとしてリングに上ります。相手は4度目の防衛戦で西川の前に立ちはだかった宿敵レパード玉熊、雪辱を期します西川浩二、チャンピオン返り咲きを狙って今リングに登場いたします。前チャンピオンの西川浩二、現在は日本フライ級の第3位にランクされています。さて、そして続きまして赤コーナーからはチャンピオンの国際ジムレパード玉熊の入場となります。大きな拍手に送られてレパード玉熊入場です。今日の相手西川浩二から3ヶ月前にチャンピオンの座を奪い取りました。タイトルを守ろうという気持ちではなく、いつも通りのボクシング、挑戦者のつもりで戦いますと語る第32代日本フライ級チャンピオンです。172センチ、このクラスとしては長身のレパードがチャンピオンコーナーに登場いたしました。今日が初防衛戦です。さて、日本フライ級タイトルマッチ、チャンピオンレパード玉熊、挑戦者西川浩二。八百板さん、はい、ちょうど3ヶ月前立場が逆でしたね。チャンピオン西川、挑戦者レパードだったわけですね。はい、そうですね。はい、チャンピオンのレパード玉熊、国際ジム172センチ、112ポンド、 50.8キロ、フライ級のリミットちょうどで今朝の計量を終わっています。こちらが前チャンピオン、現在は日本フライ級第3位、西川浩二、美佐子ジムです。161センチ、111ポンド、3/4、 50.6 キロです。この試合は内田正和レフリーによって行われます。さて、八幡さん、はい、この試合、まあ、3ヶ月前と同じ顔合わせなんですが、見どころはどうなりますかね。そうですね、はい、玉熊君というのは、ね、意外と、ね、はい、クールなボクシングをやるんですね、はい、中間距離で、ね、離れていながら、ね、左右のアッパーからストレート左右ですね、はい、特にあの右フックを打ちながら、ね、非常に手数もよく出ると。思い切りはないですけどね、手数は出ると、その反面、ね、西川君というのは、ね、思い切り打ってる打ちに行くけど、はい、打ち方も大きいんですよね。その辺を突かれるとちょっと苦しいなと思いますね、はい、チャンピオンの方が有利になるんじゃないかなと思うんですよね。さて、日本フライ級タイトルマッチ第1ラウンド開始のゴングが鳴りました。ともにサウスポースタイルです。長身172センチのレパード玉熊、チャンピオンです。一方、挑戦者黄色いトランクス、161センチ、背の低い方が西川浩二です。さて、和島さん、はい、前回3ヶ月前にはチャンピオン西川、そして挑戦者レパードだったんですが、今回は全く立場逆になったわけですね。そうですね、やはりあの一度ね、負けた相手とやってね、はい、もっと取り返すと勝つということはね、これは相手の力のが50出したら、はい、自分は65か70出さなければ無理だと思うんですよね、はい、そういう意味で言うと西川君の気迫といいますか、気力といいますか、どのくらい蓄積してでこのリングに上がってるかということでしょうね。ですから西川君の出方次第ではものすごく面白い試合になりますよ、はい、今年の2月26日、
画面の左側、その時チャンピオンだった西川浩司、4度目の防衛戦の相手として現在のチャンピオン、画面の右側レパード玉駒を迎えましたが、判定3対0の判定、1ポイントから3ポイントの差だったんですが、判定でチャンピオンを奪われました。現在チャンピオンは画面の向こう側レパード玉駒です。岩手さん、はい、2月の26日この両選手の顔合わせですが、ね、その時立ち上がりから接近戦になったんですよ ね、 ねそうですね、はい、しかしねその時の、ね、立ち上がりの接近戦ですけどね、はい、やはりあの攻撃力は玉駒君の方が非常に良かったですね。落ち着いて、攻撃しておりましたからね。あ、そうですか、はい、立ち上がり西川は接近してボディを中心に攻めました。一方玉駒の方はアッパーをなかなか有効に使っていました。和島さん、はい、2月のこの両選手の顔合わせ、和島さんもご覧になったわけですけども、 そうですね、その時の印象いかがでした。ね、やはりね、はい、あれはあの玉駒君がいいというよりも、西川君の方がやはり少し練習不足と言いますか、はい、少し心に隙があったんじゃないかなと思いたくなるような試合でしたよね。あ、そうですか。ですから玉駒君の方がペースを自分で握っちゃいましたよね。ですからその握ったペースを取り返すために西川君は苦労したわけですね。それでタイトル移動になったわけですけども、今日はかなり緊張して、いい意味の緊張して試合やったと思いますよ。はい、接近戦からボディを攻めているのは前チャンピオンの西川、右フックはレパード玉駒です。共にサウスポースタイルです。172センチ、身長の高い方がレパード、チャンピオンです。一方161センチ、挑戦者西川浩司です。第1ラウンドもほとんど残り時間がなくなってまいりました。時折低い姿勢から西川が距離を詰めていきます。しかしレパードも足を使って自分の距離を保とうとしています。右のストレート、レパードチャンピオンです。左のフック、また接近戦になります。日本フライ級タイトルマッチ第1ラウンド、ここで第1ラウンドが終了いたしました。放送の時、矢田さんの採点はこのラウンド10対10差がありません。ご覧の赤コーナー、第32代日本フライ級チャンピオン、レパード玉熊です。昭和39年生まれ、現在23歳、本名は玉熊幸人です。戦績は20戦して17勝3敗、17勝のうち5つノックアウト勝ちがあります。一方挑戦者、前チャンピオンの現在日本フライ級第3位西川浩司、美佐子ジムです。昭和38年の7月生まれ、23歳、ともに現在23歳です。22戦して16勝5敗1引き分け、16勝のうち6つノックアウト勝ちがあります。この西川の方が福岡県博多市出身、デビューは57年6月。一方チャンピオンのレパード玉熊、こちらは青森県出身、58年の5月にデビューしています。レパード玉熊、初防衛戦を迎えています。試合はこれから第2ラウンドです。開始されました。さて八重田さん、はい、第1ラウンド10対10という採点でしたが、両者いかがでした。そうですね、はい、西川君の方からいきましょうか。西川君はね、はい、前回と違ってね、上半身が柔らかくない、はい、ウィービング、左右こううまくウィービングしてね、玉熊君の右ジャブ、はい、うまく避けてますよね。この戦法がすごく印象に残ってますね、はい、今も盛んにこうウィービングダックしてますね。そうですね、それで中へ入って打とうというような感じですよね、はい、それとね、玉駒君の方はね、ですからやりにくがってますね。あ、やりにくい、自分のね、左ジャブ、右のジャブでも左のストレートでも決まらないということね、はい、以前のね、西川君でしたらね、これあのウィービングダッキングしないですからね、はい、まともに手出せばまともにみんな当たってたわけですよね。なるほど、それができないわけですよね、はい、今回その辺が違いが出てますね。今八尾田さんのおっしゃった通り、上半身を柔らかく動かしながら距離を詰めていきます。ボディ攻撃は西川です、挑戦者。和島さん、はい、レパードの方は初防衛戦なわけですけども、そのあたり精神的にいかがなんですかね。やっぱりね、はい、初防衛戦というよりもね、はい、やはり同じ前チャンピオンだということで、かなりの緊張感があると思いますよ、はい、その緊張感をいい方に出せるか、しびれてしまうかの違いだと思いますね。玉駒君もね、もう少しあの手を出しておかなければ西川君は調子ついちゃいますよ。今日の挑戦者、前チャンピオンでありました西川浩司は3回防衛に成功したわけですが、やはり防衛を重ねるたびにプレッシャーは増していったということを先日話してくれました。一方玉熊の方は一度戦っているので手の内が分かって戦いやすいということだったんですが、さあ両選手動きが激しくありました。玉熊が長いリーチを生かしてポポーンとストレートを伸ばしていこうというところ、共にサウスポースタイルですが、
玉熊の方は本来は右利きです。高校時代からアマチュアボクシングを行っているんですが、右に頼りすぎるということでサウスポースタイルにスイッチしました。それ以来バランスが良くなったという画面の左側チャンピオンのレパード玉熊です。右をちょんちょんとついていきます。玉熊です。飛び込んでいこうというのは西川です。岩田さん、やはり西川としては距離詰めたいわけですよね。そうですね。この回ね、はい、今ちょっと右をジャブもらいすぎますね、西川君は。なるほど、はい、あまりね、右を打たせると玉熊君は調子に乗りますよ。はい、はい、右のジャブで距離を保っておいて、得意の左ストレート、あるいはアッパーも磨きをかけております。レパード玉熊チャンピオンです。右のジャブをちょんちょんとついていきます。それを上半身を柔らかくして回復打っていこうという西川、右から飛び込んでいきました。和島さん、はい、第2ラウンド残り少なくなりましたが、両選手の動きいかがですか。あのね、西川君の方が、はい、なんか今日調子いいんじゃないかなと思いたくなりましたね。あ、そうですか、左のストレート。ここで第2ラウンド終了のゴングです。放送席、八重さんの採点はこのラウンドも10対10と出ました。チャンピオンのレパード玉熊、今年の2月26日、今日の挑戦者、西川が持っていたフライ級タイトルに挑戦しました。タイトル初挑戦だったんですが、見事判定で日本フライ級チャンピオンの座につきました。現在9連勝中です。乗りに乗っているレパード玉熊です。開始されました。1、2ラウンドともに放送席、八重さんの採点では10対10、ほぼ互角の立ち上がりです。試合は第3ラウンドに入りました。第1ラウンドと同じように上半身を非常に柔らかく動かしています。前チャンピオン、現在第3位の西川浩二、美佐子ジム。右のフックを振りました。そして右のストレートは玉熊です。チャンピオン、右ラッパーです。あのアッパーが前回のこの顔合わせではかなり有効にヒットしました玉熊です。岩田さん、あのアッパー怖いですよね、西川でしたね。そうですね、あまりねパンチはないんですけどね、はい、手を出してきますとね、中に入れないんですよね。はい、和島さん、西川としては距離を詰めたいんですが、ちょっと苦しい状況ですかね。いやでもね、はい、あのパンチを、ね、打たせておいて、手で止めずにね、はい、体で止めずに空振りさせろということを今日ね控室で言ってたんですけどね、なるほど、そのとおりのことやってるんじゃないですか。あ、確かにチャンピオンの右のジャブ、時折西川の顔面を軽く捉えますが、その他大きく空を切るというシーンもたびたび見られます。そうですね、空振りすると、はい、打つ時の力と止める、そのパンチを止めるための力と両方こう疲れるわけですよね、はい、スタミナはその分消耗してまいりますが、前回の対戦では西川は積極的にボディを攻めて相手のスタミナの消耗、そういったものを狙ったんですが、それを跳ね返してレパード玉熊がチャンピオンの座を獲得したわけです。さあ動きが激しくなりました。右のフックは西川、また距離を取った、飛び込んでいった西川、左初防衛戦を迎えています。レパード玉熊。近藤さん、はい、あ、福井さんどうぞ。チャンピオンコーナーですかね。高橋会長はね、はい、やはりこの前の試合より西川だいぶいいようだと、特に攻めの部分がいいようだということを言ってますね。ただうちの玉熊もね、リードパンチが当たってるんで、これが後半効いてくるでしょうということを言ってます。矢田さん、やはり西川の出来、今日は良しとチャンピオンコーナー読んでるようですね。ただもう少しね、キビキビしたこと、はい、ところとね、一気に攻めることね、はい、それが欲しいですね。このウィービングしながらね、少しずつ手を出すことね、当てなくていいわけですよね、はい、牽制する意味でいいわけですよね。このね、接近したらぐん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 攻めることね、はいはい、今朝の計量の時に話を聞きますと、10ラウンド戦うことは考えていませんという前チャンピオンの西川だったんですが、立ち上がりから前回の試合とは違う、なかなかいい動きを見せているようです。またレパードがちょんちょんと相手の顔面をヒットします。飛び込んでいて右、西川の右フックです。ここで終了です。第3ラウンドが終了しました。放送席、八重さんの採点ですが、このラウンド初めて差がつきました。赤コーナー、チャンピオン玉熊が10対9で取っています。レパード玉熊、初防衛のプレッシャーに負けなければということなんですが、第3ラウンド、放送席、八重さんの採点では10対9、チャンピオンの玉熊と出ました。さあ、試合はこれから第4ラウンドです。
近藤さん、はい、青川さんどうぞ。チャレンジャーコーナーですけどね、美里会長、第一ラウンドから大きな声出してるんですが、とにかく全体にリズムを取っていけてるんですね。そしてウィービングを使え、もっと踏み込んでパンチを出すように、はい、そして接近したら相手を逃がすなと、どんどん右を使って、ワンツーから開始、ワンツーから開始、こういう攻撃を続けていけというアドバイスです。はい、やはりウィービングあるいはダッキングをうまく使って接近していくという挑戦者コーナー、西川サイドの指示です。この攻撃が遅いんですよね。あ、なるほど。もっと早く攻撃ガン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 行かなきゃいけないですね、はい、ちょっとねテンポが遅いですね。和島さん、はい、西川の攻撃といいますとやはりモソモサモサという感じでどんどん相手とのこう距離を詰めていくという感じはあるんですけどもね。動きはねいいんですけどもね、はい、今八尾さんが言った通りパンチのスピードプラス、はい、体のスピードがあるんですよ。なるほど。体のスピードが遅いですね。はい、スピードではやはりチャンピオンレパードの方に分があります。ちょんちょんと顔面をヒットしていきます。レパード時折アッパーを覗かせます。リングの中央でほとんど両選手が足を止めて打ち合おうという体勢になってまいりました。ちょっと西川の顔面が赤くなっています。そして足の動きが立ち上がり1ラウンドあたりと比べますとかなり鈍ってきたようですが、さあ試合は第4ラウンドです。下から突き上げて左のストレートはチャンピオンです。さあラッシュいたします。チャンピオンのレパード玉熊です。顔面へヒットする割合が高まってまいりました。レパードです。頭をつけるようにして接近戦を挑んでいくのは前チャンピオン今日は挑戦者の西川浩司です。玉熊君もね、はい、ああいう手の出し方ができるということはね、西川君のパンチの破壊力がないということなんですよ。あ、そうですか。ですからねもっと体を使うんですよ。肩を回さなきゃダメなんですね、はい、破壊力がないとああいうパンチ打たれるんですよね。体全体腰の回転を使ったパンチということなんでしょうが、そうです。しかし西川も積極的に手数は出してまいります。前に出てきます。体を入れ替えたのはチャンピオンです。1、2ラウンドあたりと比べますと両選手ともにあまり足を使わなくなりました。顔面ヒットしていくチャンピオンのレパード、下から突き上げるアッパーをボディに突き上げるチャンピオンです。右のフックは西川挑戦者。第4ラウンド間もなく残り30秒を切ります。左のストレートは西川、しかし相手の動きをよく見ているのはチャンピオンのレパードです。西川君はね、はい、せっかくね、あ、顔面連打、さあ顔面一つの左のストレート、チャンピオンのレパードのいい攻撃が見られます。左のアッパーは空を切った。左のフック、左のアッパー、左右のストレート、今度はボディ攻撃、上下打ち分けています。チャンピオンのレパード玉熊、初の防衛戦。西川君は、ね、手を出さなきゃダメなんですよね、はい、打ち込んでダメなんですね。レフリーの内田正和がちょっと西川の頭を注意しました。ここで第4ラウンド終了です。放送席八重田さんの採点はこのラウンドも先ほどについてチャンピオン玉熊が10対9で取っています。自分のボクシング、自分のペースをしっかりと身につけつつあるという国際ジム高橋会長の話がありましたが、確かに、昨年の、ね、確か2月ですか、はい、船木君と、ね、やった試合ありましたね。あれからですよね、あれから、ね、自信をつけて、ね、こういうボクシングができるようになりましたね。現在9連勝中のレパード玉熊チャンピオンです。身を伸ばしていった挑戦者の西川、左を伸ばしていきます。そして右のフック、右のボディは西川、体をくるっと入れ替えます。やはりねこの玉熊君の右のね、はい、ジャブ、右のフック、これを殺さなければダメですね、はい、西川君としたらどうやって殺すかですよね、殺しながら自分のペースに持っていくということね。あと左フック、右フック、チャンピオンアッパーからフック、さあいった、チャンピオンがいった、残念連打、西川苦しい、左のアッパー、左右のアッパーだ。レパードはこの辺りは嵐のようなパンチ、顔面連打、右のアッパー、左のアッパー、さあ顔面連打、苦しい、西川が苦しい、チャンピオンペース、チャンピオンがこの辺りは圧倒しています。顔面を狙っています。西川がほとんど同じ、足が止まっています。さあ西川は頑張りどころ、一方のチャンピオンとしては大きなチャンスを迎えています。第7ラウンドです。この辺りの凄さはさすがにチャンピオン、アッパー、フック、顔面へ連打していきます。さあ場内が大きく開けます。右のアッパー、左のストレート、玉熊君ね、はい、このパンチの中に大きなパンチ1つ2つ入れたいですよね。強弱をつけての攻撃筋ができますかどうか。西川はしかし足元がちょっとおぼつかない感じ。
近藤さん、はい、チャンピオンコーラーですかね、実はこれまでずっと黙っていました会長は、高橋会長はね、はい、このラウンドはねもうリードパンチが非常に当たってるんで攻めろ攻めろとゴーサインを出してます。あ、そうですか、はい、池のサインが出たというチャンピオンレパーの玉熊サイド、その通りラッシュを見せましたチャンピオンの玉熊です。しかしここで玉子の動きがちょっと止まりました。逆に西川が手数を出していきます。しかし西川の頑張りもさすが、ここでちょっとオーソドックススタイルにスイッチしました西川です。前チャンピオンの意地があります。4度目の防衛戦、今日の相手玉熊に阻まれました前チャンピオンの西川、連打を浴びながら今度は逆に西川の方がロープにチャンピオンを追い詰めています。残りが間もなく30秒第7ラウンド、このラウンドの立ち上がりチャンピオンの素晴らしい連打が見られました。しかし西川の頑張りもさすが、顔面連打西川、さあ接近しています。西川君はね、はい、ここで大きなパンチですよね、体をグーッと預けるようなパンチ一つにしたいですね。相変わらず接近して小さなパンチを見舞っています。西川はしかし接近してあのアッパーがなかなか有効なのはチャンピオンです。左右のフック上下打ち上げている西川、その反撃を縫ってレパードのパンチですが、ここでラウンドが終了しました。この第7ラウンド、放送席八重戸さんの採点は10対9、チャンピオンレパード。画面の右側が初防衛戦を迎えていますチャンピオンのレパード玉熊、左側が前チャンピオンの西川浩司です。西川の方はとにかくチャンピオンになると勝つのは当たり前、そして勝ち方、ノックアウト勝ちをやはり狙ってしまっていたんじゃないか、こういった話が美佐子会長の口から先日出てまいりました。今日は立場は挑戦者に変わっています。4回目の防衛戦でこの画面左側西川の前に立ちはだかる現在のチャンピオンの画面右側レパード玉熊でした。試合は最終ラウンドを迎えます。ここまで八幡さんの採点では4ポイントチャンピオンリード、当然挑戦者コーナーとしてもポイント的には分が悪いということは承知しているでしょう。さあ最終ラウンド、10ラウンドのゴングが鳴りました。和島さん、はい、こうなるともう西川としては倒すしかないわけですね。そうですね、もう 100% ですよね、はい、もう絶対倒さなきゃいけないということで、はい、もう倒されてもいいから行くんだというそのぐらいの気迫が欲しいですね。さあ西川ポイントの劣勢を挽回してチャンピオン返り咲きになりますか。一方玉熊としてはここまで非常に優位に試合を展開しています。このラウンドを乗り切りますとレパード玉熊初防衛成功ということになりますが、最終ラウンドです。また接近戦です。右のアッパーを突き上げたチャンピオン、左右のフック顔面を狙っているのは西川、右のフック、もう両選手ともほとんど足を使っていない、右下から突き上げていくのはチャンピオンだ、左のフック飛び込んだのは西川。接近戦、チャンピオン、そして前チャンピオン、前回の戦いでは立場が逆でした。頭をつけ合うようにして接近戦、ボディを、そして顔面をヒットしていきます両選手です。ボディから、そしてアッパーを見せるチャンピオンのレパード、ちょちょんと足を使ったのは挑戦者西川です。もう西川の方は立ち上がりからとにかく手数を出してまいりました。スタミナの消耗はかなりあるでしょう。しかしこのラウンドチャンピオンを倒さなければチャンピオン奪回はなりません。西川君はね、はい、これだけ打たれてもこれだけ動いてもね、あんな、はい、ああいう足を使えるということはこの試合に関して相当練習したということですね。あ、なるほどね、素晴らしいですよ。かなり減量がきついということを言っていた西川ですが、手数、そしてこの闘志ファイト、前チャンピオンの名に恥じない素晴らしいファイトぶりであります。体を入れ替えましたレパードです。ボディから顔面、下から上打ち上げていますチャンピオン、西川も頑張る。しかし左の顔面真っ赤に腫れ上がっています。第2ラウンドあたりからとにかく場内を沸かせています両選手です。残りが1分を切りました。最終ラウンドです。レパード玉熊初防衛目前。さあ西川も最後の記録を振り絞ってまいります。足を止めた両選手、足を止めた、場内から拍手。レパードが吹く、西川も逆に服を返してまいります。下から突き上げる右のアッパー、そして左のフックはチャンピオンです。西川が突き放した、
さあ左を伸ばしていったチャンピオン、ボディから顔面、両選手ともに上下の打ち分け、そして手数が出てまいります。素晴らしいファイトを展開している両選手です。しかし残りがほとんどなくなった最終ラウンドです。ボディ攻撃そして顔面攻撃、この試合場内を大いに沸かせてくれました。残りがほとんどなくなってきた。ここで最終ラウンド終了のゴングが鳴りました。両選手の素晴らしいファイトに満員になりました。コレキングホールのお客さんから大きな拍手が起こります。日本フライ級タイトルマッチ、チャンピオンレパード玉熊、そして挑戦者西川浩二、試合は判定となりました。これがチャンピオンのレパード玉熊です。今日が初防衛戦、八重田さん、はい、やはりポイントでいきますとね、このチャンピオンですね、やはりチャンピオンでしょうね、やはり赤コーナーチャンピオンのレパードの右腕が高々と掲げられました。初防衛に成功しましたレパード玉熊です。岩田さんね、はい、このレパード玉熊、僕はもっともっと上を狙っていますと言うんですが、これからの玉熊いかがですかね。ボクシングが上手いということとね、はい、それからあの手数も出る、この中にね、はい、先ほど和島さんが言ってたね、思いっきりさがね欲しいと、これを見つければまだまだ上行ける選手ですね、はいはい、和島さん、はい、この両選手の好ファイトいかがでした。いやもうね、はい、西川君を今日は褒めたいぐらいですけどもね、ただやはり勝負には欲がありますから、はい、欲をもう少し持ったら今日は玉川君は西川君を倒すことができたんじゃないかなと思います ね、はい、ね、やはり上を狙うというのは今八尾さんも言った通りに、もう少し勝負に欲を持たなければ、はい、倒せるんだったら何回で、はい、もっと倒したいなんていうね、欲を持てることによって自分の練習にどのくらい磨きがかかるかと、はい、こういうふうに私になると思いますね。ご覧いただきました日本フライ級タイトルマッチ、西川浩二の返り咲きはならず、レパード玉熊がご覧のチャンピオンベルト初防衛に成功いたしました。